はい、皆さんこんにちは。みなです。坂です。ニブラワクです。とうとうこの日がやってきてしまいました。坂が入院します。てんてん。怖いよ。もう今日朝から緊張だよ。朝から先週から坂が手術を受けます。でも別に大したことないよ。大したことあるよ。大したことないよ。坂はビビリだから大したことにしてるけど、全然大した手術じゃないよ。親知らずを4本一気に抜きます。大した手術じゃないよ。僕初めてなのでめちゃくちゃ怖いです。物心ついてから入院したこととかないから。そうでしょ。しかも今コロナの時期だからお見舞いとかも来れなくて一人で隔離されます。かわいそうに。めちゃくちゃ緊張しております。しかも手術は静脈麻酔って言ってこう意識が遠のく麻酔をかけてくれるんだけど、全身麻酔にしてくださいってお願いしたんだけど、先生からダメですって言われました。私の肩はチキンだね。途中で起きた時に痛かったらもうやばいじゃん。先生痛いですって言われて、やめてください。怖いです。はいはい、大丈夫大丈夫。一応なんか親知らず4本ともで変な風に生えてるから、なんか歯茎をこう切ってこうむきゅっと向いて、またニニニニニっと縫って、めっちゃ腫れて痛いかもしれない。やっぱこうポコポコに腫れたらどうしよう。そう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 。怖いです。どうしましょう社長。到着しましたよ。はい、ということでここで僕は降りて病院に入院です。はい、というわけで安全運転で帰ってください。はい、僕は安全に手術を受けます。はい、それではさようなら。バイバイ。ちょっと簡単に部屋の中を紹介したいと思います。まずね、入ってすぐここです。かなり綺麗で広いです。ここに入り口があって、ここはクローゼットにキッチンだね。冷蔵庫もついてます。でこっちがメインの部屋だね。あとは応接室でテレビで、入り口の近くに来るとここがトイレになってます。でこっち来ると洗面台になってます。洗面台とあとは個室のシャワーですね。あとここまあ景色はこんな感じ。見晴らしはいいよね。まあ田舎に住んでるのでね、田舎の景色って感じです。ってな感じで、今11時半ぐらいなんですけど、このあと1時ぐらいから手術があるので、ちょっとそれまではゆっくりテレビでも見て気を紛らわしていこうかなと思います。緊張してきたな。ちょっと手術までまだ時間があるんで、サクッと仕事でもしようかなと思います。よし、じゃあそろそろ準備しますか。手術着に着替えていきます。なんかこう見ると一気に病人みたいになったね。めちゃくちゃ緊張してきましたよ。レラさんに電話したいと思います。もしもし。あ、もしもし。何？今手術着に着替えて呼ばれるのを待ってる。もう心臓がバクバクだよ。神様に祈っといて。なんかもう別に神様 に信じてないでしょ。いや信じてるよ。こういう時はめちゃくちゃ信じてるよ。急にめちゃめちゃ神様に。そうだよ。でまたちょっと手術終わったら連絡するわ。はい、はいはい、じゃあまたね。はいはい、はいはい、バイバイ。はい、ということで看護婦さんが迎えに来てくれたので、これから手術室に向かいます。はい、皆さん手術が終わりました。あの麻酔が効いてて全然喋りづらいので、なんかちょっとぼーっとしてます。ということでまたね、ちょっと元気になったらちゃんと説明しようと思いますけど、なんかもうおじいちゃんになった気分だわ。ああ
はいはい。あ、もしもし。元気？あ、手術は終わったよ。無事。なんか予定1時間だけど、なんか2時間ぐらいかかったから。しかもなんかね、手術中ね、もう何も覚えてないよ。あ、じゃあすごいよ。麻酔入れますねって言われた後に、もうスーって落ちて何も覚えてない。あ。ということで今日は何、ご飯はどうすんの結局、レナたちは。え、お母さんと一緒にあれに行くの。あ、そうなの。あ、はい。あ、一回切るわ。夜ご飯です。お腹ペコペコです。ということでいただきます。まずはお粥ですね。白身魚とろろ蒸し、かぼちゃの煮物、カリフラワーマヨ和え、ゼリーですね。意外とボリューミーですね。ボリューミーだけど全部こう柔らかいものになってます。いただきます。お腹すいた。味がね。ということでシャワーも浴びてさっぱりしたので、ここからはちょっと YouTube の編集をしていきます。おいしそう。朝ごはんはこんな感じです。おかゆと味噌汁とエビつみれ大根に、ほうれん草のおひたし、りんご。昨日と比べるとだいぶ固形になってきたね。うわ、味噌汁うま。味噌汁うま。味噌汁うま。汁。はい。あ、もしもし。うん。あ、今起きた。うん。社長。うん。もう8時ですよ。うん。寝起きだね。うん。すごいよ。昨日より顔が 1.5 倍ぐらい膨れてきたよ。やっぱり。リスみたいになってきたよ。それでも元気。大丈夫。了解。はいはい。あ、じゃあね。バイバイ。レナ社長はまだ寝てましたね。帰ってきましたよ。帰ってきましたよ。いや、よかった、帰ってきて。座って座って、はあ、見せてびっくりするよ。いきますよ。3、2、1、0。かわいい。ハムスターデブだな。やばいでしょ、ここ。こことここになんか餅が入ってるみたいな感じで。先生曰くね、3日後ぐらいが一番膨れるんだって。昨日の夜、めっちゃ痛かったんだけど、我慢できない、マジで。昨日、夜、こうズキン、ズキン、ズキン。まあまあ、あれ。なんだろう、この心臓の動きに合わせて、ここが雷が落ちてる感じ、ドーンドーンドーンって顎割れるかと思ったの。え、でも何も見えないよ。あ、このね、顎の外側を3針ずつと、あと上も2針ずつといっぱい縫ったんだって。へ、うん、あ、見る。何を見る。俺の歯。やだ、もう、なんでもらったの。ちょっとグロいよ、血がついてるから。ちょっと YouTube 的にはモザイクかけないと映ってないけど、見ます。見る。はい。やだよ。まあ、なんでそれをもらうの。すごいでしょ。でかくない。これが上の歯だよ。まるまる抜けたね。そう、下のやつはもう割りながらこう引っ張って、割りながら引っ張って。あと看護婦さん、はい、めっちゃ優しい。最高でした。最高でした、看護婦さん。可愛かったし、優しかったし、ボタン押したらすぐ来てくれるし。なんでボタン押したの。喋りたかったから。はい、
ということでね、この動画はここで終わるね。終わりにします。はい、だから頑張ったなと思ってる人はぜひいいねボタンを押してください。これ少なかったら僕泣きますよ。めっちゃ痛かったし、頑張った、ね、今も痛いし。はい、ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。マジでやばくね、マジリスみたいな。かわいい。リスだよね、ハムスターだよね。タヌキおい。